どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回は妖戦獣陰キャデッキですね。外役です。外役デッキもはややっていきましょう。妖戦獣新しい新パックで登場したあのイタチっていうのこれあのあれ長男。妖戦獣界にはですねあの3兄弟がいまして、あの団子と同じですね、団子3兄弟と同じで、長男次男三男がいるんですけども、長男が、まあ、新しいパックで追加されまして、これ長男がめちゃくちゃ強いんですよね。他の妖戦獣がいると表側のカード、まあ、魔法トラップでもモンスターでもいいんだけど、表側のカード1枚を戻すことができますと、相手のフィールドのね。で、召喚したターンのエンドフェーズになんかそのスピリットみたいな感じで、まあ手札に戻るよっていう効果あるんですけれども、これねこのイタチが追加されたことによって、そのモンスターとか厄介なモンスターとかあの魔法トラップを、まあ、除去できるというか、まあ、バウンスできるようになったので、結構ですね簡単にそのカマイタチの1600と、このカマニタチ次男の1800と1800とかが結構通りやすくなりました。結構すごいスピードでライフ削り切れるんですよね。で今回外役をしていくんで、闇のゲームっていうね、外役やな、外役陰キャだなこれ。お互いのプレイヤーはそれぞれのターン終了時に自分の墓地のカードの数かける、100ポイントのライフを失いますよっていうスキルなんですよ。自分の首ももちろん締めますけど、基本的にはでも手札に戻るんで、相手の方が墓地のが多いってことが多いわけですね、基本的には。なんで、闇のゲーム結構相性がいいっていうのと、あとはもうねとにかくですね、あのね外役罠を多く積めばいいんですよ。簡単に言うと底なしとか波紋とか、ガードブロックとか、まあこれねあのイタチとかカズとかね、こういう外役罠をガン積みしてひたすらに罠に耐えるっていう。でね、結構強いのはこのイズナムッチ、この他の妖戦獣がいるとワンドローできるんですよ。でこのワンドローして、で、ドローしたトラップを防いでいくっていう、まあ、そういうのが結構強いですね。で、あの圧倒的最強の防御だカイトロイドと、まあ、ペン刺しであの厄介なモンスターをね処理できるようにギアフードじゃねえや、ラバーゴーレムを入れているっていう感じでございます。早速ですね、ネオニュー外役妖戦獣の外役のボルテージ、外役のボルテージをマックスまで上げていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方パンドラ選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。気持ちいいぜ。ちょっとね練習したんですよマリク影でしっかりと闇マリクのモノマネを練習していく。お来た超重武者パンドラさん。これなんだろうスキル、ちょわかんねえな。パンドラさんのスキルなんかあったっけ。まあええわ。波紋のバリアウェーブフォースは腐りますね。圧倒的に腐るこのカードは。あの攻撃落ちモンスターをねあのデッキにバーンって戻すっていうカードなんですけど、この人たちね攻撃表示になることほとんどないんで、ほぼなんか寝ながら攻撃するっていう、なんかあの怠け者、なんかキッキングみたいな、ああいうタイプでもなんか寝ながら攻撃するみたいな感じなんで、こいつらもそう考えるとそこそこ陰キャですよね。まあね、このデッキを使ってるなんかお前が言うなって話あるけどね、特大ブーメランがなんか頭刺さってるぞみたいな話はあるけど、はいはい、もうこれは忍びアッシーまで行くんでしょうか。忍びアッシーまで、忍び AC まで行くんでしょうか。彼は行きそうですね。忍びアッシーさん結構強いんですよね。あれめんどくさいんですよね、まあ、カイトロイドと影防止墓地落ちてないんで、これ、ね、それはそれで甘えなんですよね。影防止落ちてないのはガチで甘え。グレードオロって4000になっていく。4000打点めちゃくちゃ強い。ドローカード、あー長男来た。で長男召喚、セットバトルでいいんじゃない。ちょっと波紋はねちょっと あまりにも腐るっていう話あるんで、ぶん投げて、でグローブ効果で引きながらゼロになっていく。ターン終了していく、戻っていく。オッケー。
まあね、影帽子が落ちてないんで分からせていきましょう。しっかりと影帽子がねってことがどんぐらい甘えてんのかっていうことね、この変態仮面にね分からせていきましょうよ。しっかりめに、しっかりめに分からせていきましょう。お、2回攻撃、4000で2回攻撃、強いな。4000で2回攻撃、勝ってると思ったか、いけ。妖戦獣のイタチ風戻れー、はっかわいそうっす、かわいそうにな。超獣武者の回し方教えてやろうか。いいか、影帽子は墓地に落としてくんだ、意地でもな。ドロー、オッケーで、セット、いいや、まあ、これ超獣武者なんかもいらねえや、これ波紋無限にいらねえ波紋が。はい、あと1500、あとだから長男2回だな、長男あと2回、あ違うわ、あ違う、2回か。次400入るから、最低でも次最低でも400入るで、最低でも400入るし、そしてカイトロイドっていう最強のカードがあるんで、カイトロイド最強すぎてやばいカイトロイド、ちょっとこのカード一番害悪ですよね。影帽子はこれ底なしじゃないこれ。はい、落とし穴ほっときました、てってれてってれー、闇のゲーム、はい了解です。ドロー、あー強い、はい、でからの、からの次男、からの長男、からの次男ですね、次男長男次男バトル対戦、ありがとうございましたいや、なんかあんま考えることなくていいわこのデッキ。あー、剣道小林さん、剣道小林さん何デッキわからんな、だからディフェンスチャージか、まあ、超寿者とかですかね、わかんないですけども、これやべえな、これはちょっとやばいぞ出たツーペアなんかさ、俺ほんとさ、だから俺ポーカーの才能すげえあると思うんだよね俺。皆さんどう思いますか、俺すぐさ高校フルハウスとか余裕だから、高校フルハウスとか結構決まるんですよ俺。だから俺多分ね、結構ポーカーやったら強いと思うね多分。なるほど、打ち出る小筋、あ、ひかりちゃん、なるほど、ひかりちゃんね、ひかりちゃんドローしたら特殊召喚できるカード、ひかりちゃん効果で自分をリリースしてレベル1の魔法使いを出していくっていう、そういう効果。はいはい、ライティ、おいいね、コーリンか、あーなるほど、パスティ、あ強いな、ウォーテリーか。でもこれあれだよね、タイムパスティじゃないから、なんかレベル上がんないんじゃね、あんまり。でレベルを上げたいって言っていく、あでもあれか、ひかりちゃんいるから上げられんのか、あーなるほどな、うまいな、なるほど。これはレベル7って何が出てくるんだ、あれか、何やっけ、エヴァリーか、アーカライトとかもあるけどね、一応レベル3、4で進行していく。これ誰が、あき、あデストロイサムライさん、デストロイサムライさん出てくる、バトル、あそのバトル、なるほど、あー分からせるか、これは分からせられるぞ、これは分からせられるぞ、逆にこれ2ペアが生きたんじゃないか、これ2ペアが生きたのではで長、次男からの長男からの次男で長男効果お戻りいただく、お戻りいただいてセットシェイバトル、はいはい、あー何もないですか、甘えちゃってますね、それはそれはね、完全に甘えてる、甘え展開は許しません我々3兄弟は。さあお相手の方、闇マリク選手、闇マリク選手ってさ闇のゲームしかないですよね、闇のゲーム、これミラーくせえな、なんかミラーとかなんじゃね多分だけど、これ妖戦獣なんじゃないかと、妖戦獣読みでいきましょう、セットセット、なるほど、妖戦獣くせえな、なんかまあこっちも同じようなことするか一応で、釜、ニタチ次男行く、次男からのムチを、ムチをぶん回したい、あーなるほど、 OK800800 は別に殴った方がいいね、でこうすんじゃん、で底なしで刃物でムチ叩きつけていこう、ムチ叩きつけていく、ムチで叩きつけて、でムチ戻る、
これね、そこらしケアする場合はイズナムチを手札から捨てると一応召喚成功時に魔法トラップ使えないよっていう効果発動できるんで、あのそこらしケアにはできるんですよね。結構そのイズナムチがあると、ですね、そのね、なんかコズミックサイクロンとかいうカードを入れてる余裕、あ、なるほどな、入れてる余裕あんのかな、これ戻るでしょ、それ入れてる余裕あるのかって話あるけどね、そこらしなんだからそれほっとけのに。闇のゲーム発動していく。さあ残りあと1800、よし来た、ナイス。で次男いく、次男効果、次男効果で無知召喚わーで無知効果でワンドロー、このワンドロー強いんですよね。これ毎ターンそれこれやってるとアドバンテージさえぐいことになってくるんで、だんだんバトルです。はい、さあこれを防げないと負けるぞ。おお、やるな、頑張るな、あいつ頑張るな。もうでもアドバンテージさこれやばいんじゃない、これあの一枚なんだ、あの一枚なんだ、あれか、なんか山彦か、これここではカイトロイドか、カイトか、カイトだ、オッケー、なるほど、了解。さあ終了、戻っていく、闇のゲーム発動していく。あ、じゃあ行っていや闇のゲーム2回分発動するの言ってんだけど、これがあれですから、長男なんで、長男罠セットからの長男ね、長男、これはいたしかぜか、これ完全にこれ陰キャ王決定戦だな陰キャ王決定戦すぎないこの対戦、どっちが性格悪いか決めようぜみたいなさ話でしょ。それは負けるわけないですよね、だって僕 YouTuber 一性格悪いですから。さあお相手の方、闇遊戯選手、よろしくお願いします。もうなんか血迷って今なんかアンリミテッドルームなんか開かれている、その辺で開かれているなんかアンリミテッドルームになんか潜入しましたやばそうなデッキが見れるかもしれないと思ってアンリミテッドルームに潜入しております。現在さあやべえデッキ飛んでこい、やべえデッキ飛んでこい、おお来た、挨拶のように挨拶のように、おーっとクーガンの何だっけ、剣士ビート来た、ビートからのダイナービート効果、でもカイトロイドあるぞ、いけるぞ、大丈夫だ、わギリギリ耐えれる、いける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 、大丈夫だ、任せろ任せろ、エクスチェンジバカな、何貴様カイトロイドまでケアしてるのか、なんだこいつ、真のソラガス使いだ、真のソラガス来た、なんだ俺だけ強すぎー。